2018年6月15日9時12分地震の奮闘を書いた短編アニメ、すすめ、カロリーナの試写を鑑賞し、笑顔を見せる将棋のカロリーナ・ステチェンスカ女流一級将棋界初の外国人女流。棋士カロリーナ・ステチェンスカ女流一級26の奮闘を書いた短編アニメ、すすめ、カロリーナ。が15日、ネット上で公開された。名前が縁で大塚製薬、カロリーメイトと4月に、栄養スポンサー契約を結んだのに合わせた企画、ポーランドのカフェで友人と将棋の楽しさを覚え、単身来日して不安を抱えながらも将棋に打ち込む日々が、柔らかなタッチで書かれている。同じくポーランド出身という縁で、映画、君の名は、の背景美術を手掛けたイラストレーターのマテウシ・ルバノビチ氏、32、が監督を務めた。完成作を見たステチェンスカは感極まり、込み上げる涙を抑えられなかった。感動しました。ここまで10年かかったこと、私の人生のほぼ半分が将棋なんだなと思い出しました。この作品を通して、難しいことでも頑張ろうという人を応援できたら嬉しい。アニメに登場するポーランドの友、人にも見てもらいたい、と喜んだ。来日後、サポートを続けてきた北尾まどか女流二段、38、は、漫画で将棋を知った外国の女の子が日本に来て女流棋士となり、さらにアニメになって世界へ。まさに奇跡のようなストーリー、とコメントを寄せ